あ、でもこのぐらいでいきましょうか。横だし、はい、多分このぐらい使えそうです。Hello there! 始まりました。もじちゃんです。今回はですね、まあ、初めてシャツ着てますけど、そうですね、こういうワイシャツ的なものを着てますけど、今、あれですね、この新しく来月出る本があるんですけど、それの撮影に行ってきました。スタジオに行ってですね、この髪の毛とかですね、いろいろですね、メイクってやつですか、やってもらって、撮ってきたので、まあ、その辺の模様をちょこっと流そうかなと思います。そうですね、まあ、なかなか、ヘアメイクさんのですね、話とかも面白かったんですけど、まあ、ほぼ使えないですね。ただ、内容的にはほぼ使えないので、ちょっとしかないんですけど、で、あとは撮影してる風景とかですね、ありますので、そちらをですね、ちょっと見てもらおうかなと思います。まあ、神戸のとこにいる、神戸にいるので、そうですね、神戸で撮影しました。なかなか面白かったですけど、面白かったですけど、やっぱもうこのぎこちなさが半端ないです。もう嫌なんですよ。多分4回目ぐらいなんですよね、やったのが。こういう撮影をしたの、そうですね、まあいくつか今明らかにもうトイックの方のブームというか、この著者の写真が帯に載るっていうのがもうなんかもうそういう流行というか、そう載せるっていうのが当たり前になってきてるんで嫌なんですけどね、まあしょうがないです。なのでできました。多分4回目ぐらい4社撮って、普通はあれなんですよ、あの宣材写真っていうのをトイックの著者とかですね持ってることが多いんですけど、僕持ってないので、なのでこう撮りに行ったわけですね。はい、なんでまあそのですね、様子をちょっと見てもらおうかなと思います。はい、すごく本当にぎこちなく撮っておりますので、見ていただけたら、持病があるのかわかんないですけどですね、見てもらえればなと思います。ぜひ、このぎこちなく笑顔が作れず困っており、はい、まあ雑誌とかでも何回か、そっか、撮ったことはありますけどね、はい、未だになれません。ではそれを様子を見てください。どうぞ。いらん話せんときますわ。全然切っちゃえばもう全然そうですね。じゃああんまピーピーだけなっちゃう、嬉しそうで怖いいんですか。美容系もありますか。美容系結構言うんですよ。いや、あんまりこう、あんまりこうな、あの、こう考えかとなんですけど、あ本家の子はね、けど最近はなんかやっぱりいい子増えましたけどね。なんか仕事とかでね、お会いしたりするわけですけども、はいはいはい、やっぱりちょっとね、あの余裕がない子とかやっぱいるんですよね、中に。けどそんな最近はもうみんななんか、ありがとうございますぐらいの、いい感じの次世代ですかね。はいはいはい、やってもろて当たり前世代じゃなくなったんでね。なるほど。めっちゃ田舎とか行きます、外国の。外国の田舎は、まあ、あんまりない。田舎はないですけど、まあ、ただインドネシア行った時とかは案内しても地元の人に。インドネシアですか。お使いになるやつはなんか腰上ぐらい。そうですね。でなんか手を伸ばすかもしれないですね。ああ、でもこのぐらいでいきましょうか。横だし、はい、多分このぐらい使えそうです。はい、量になりました。こっちじゃあ、座りましょう。はいはいはい、量になりました。はい、量になりました。で、ちょっと笑顔のやつも行きます。そうです。ぐらっと大げさに笑ってくださいね。そうです。いきます。だいぶ嫌そうですけど、いきます。休んでください。うん、いい感じですね。はい、こんな感じでですね、撮ってきました。いやー、なかなか恥ずかしくて毎回慣れませんけども、はい、やってまいりましたので、ですね、ぜひ、こんな感じなんだな、へーっていうのが分かってもらえればよかったんじゃないかなと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録してください。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.